があの知事選の結果であのホッとなさってるのではないかと思います。中にはそうじゃない方もいる、いないと思うけど、まあ私は非常にホッとしました。それでまあこれで日本社会の流れが変わるなんて、そう簡単に楽観はできないけれども、まあそのまま全く何もなしにズルズルいくかと思ったらそうでもなかったということですね。で今日はあの一等最初にあの沖縄からははるばるあの知念牛さんがあのここへ来てくださいました。高橋さんともあのお親しい方です。最初にちょっとだけあの知念さんのお話を伺ってから始めたいと思います。それであのまず知事選 の, あの報告なんですけど、でこれは、まあ、あの自民党が出しているあの報告なんですけど、この豊かになれるチャンスを何か逃すのですかとか、クルーズ船バースってこの辺野古基地のところに、まあ、大嘘なんですけどクルーズ船じゃないあの空母が入るところなんですけど、全く決してクルーズ船に書いてある、まあ、こういうあのの広告が出たりしました。まあ、こういうあの広告まで出たらさすがにここまでバカにされたらもう嫌だなってみんな思ってるんじゃないかなと思ったりしたりしたんですね。それでもうそうなった後はみんなどんな判断をするんだろうかっていうのをもう待とうっていう気持ちになって、45分からこれは祈るしかないと思って、あのヘヌカンって神台所の神様にうとうと手をさして、今度は仏壇に自分の先祖にウヤファー夫人にうとうとして、それで8時になって、じゃあこれはとにかくもう事務所に行こうと思って時に、あの当確出たってよって入ってきたので、もうびっくりして、であのみんなで喜んだんですけど、この本は結構もうねこれからどうするみたいなちょっと暗いチャンスが出まったチャンスがみたいなちょっと暗い雰囲気なんですけど、一応今の私はもうこれからもガンガンやるぞみたいな、まあ、今沖縄はそういう感じで燃えています。どうもありがとうございました。それじゃあ私からちょっとお話を、あの口火を切らせてもらいます。まあ知念さんにああ言われて暗くて申し訳ないけど、別にそんなにあのだから楽観するとかね、ましてやその沖縄に元気をもらったなんて言い方はけしからんとんでもないと私は思いますけれども、それでもまあ、あの一つのまあなんていうかな、こう踏みとどまる地点にはなったような気がしております。でそんなわけで、まあ、今からですねその沖縄のことから話を始めて、で、まあ、大体この20年間の対話でどんな話をしてきたのか、今の日本と世界をどう見てるのかっていうふうな順番で高橋さんと話していきたいと思いますけど、まあ、時間があんまり限られていますので、ちょっとまあ不十分になるかもしれませんがご容赦を願います。まあ、牛さんが詳しくご報告してくださった、今回の沖縄の選挙の流れですけど、私は蘇さん以上に覚悟を決めてたっていうか、以上ってなんでそれは分からないでしょ。蘇さんいたな。今回は、ダメかもしれないと、いや暗い話になっちゃうかもしれませんが、そういう気持ちで、ずっといました。でもしダメだった場合に、これから大和で自分はどうしていけばいいんだろうかということをいろいろ考えてたんですけどもね、蓋を開けてみたら8万票差、しかも過去の知事選で最高の得票数っていう圧勝したわけですね。これだけその官邸やら自民党やら創価学会やら総攻撃をされてですよ、それで屈しなかったっていうのは本当にすごいなと。沖縄の民意っていうのは本当に底堅いだなということを改めて感じました。でその民意が果たして何を求めているのかっていうことですね。これを大和の人間は、まあ、しっかりと言わなければいけない、聞かなければいけないというふうに思っています。でですね、今朝のこれは琉球新報なんですが、こういう記事があったのでご紹介したい。見出しはですね、玉木さん殺害予告複数っていうんですね。読んでみます。
9月30日の県知事選挙で新たな知事に選ばれた玉城デニーさんに対する殺害予告や脅迫・誹謗中傷が2日までに SNS 上に複数書き込まれている。ある発信者は短文投稿サイトのツイッターに、戦後日本を守ってきたのは米軍基地と核だ、核兵器だと核の傘だって言うんですかね、断言した上で、玉城さんをもう殺すしかない、こいつを殺さなければ沖縄県民の尊い命が失われると記した。ツイッターでは他にもデニーの暗殺それが一番良いであるとか、何万人死のうが関係ありません、日本中央州政府は武力をもって沖縄地方の再占領です、この再占領計画で亡くなった人々は玉城デニーを選んだ人間を恨んでくださいなどと過激な書き込みがあったというのが、社会面の記事になっています。私は改めて今の日本に蔓延している実名では決して語ることができない本音を匿名で、こういう SNS 上に吐き捨てる人々、そういう人々の声をまた確認したなっていうふうに思いました。でそもそも今回の玉城さんの当選に至る流れですね、小長知事が前の知事に当選してるわけですけども、その前、那覇市長だったわけですね。その時代に例の建白書というのを持って普天間の県内移設反対、そしてオスプレイの沖縄配備反対、これを訴える建白書というのを持ってですね、そしてそれを安倍首相に手渡したわけですけども、その時に銀座でパレードをしたわけですね。その建白書の主張をアピールするパレードをした。でその時に月屋橋で、そのパレードを見ていた知人がいるんですよ。で彼に聞いたんですね、つまり売国奴、日本から出ていけと、信濃工作員は信濃に帰れと、こういう罵声を繰り返し繰り返しその浴びせかけられていたんだと。で、彼が言うにはですね、その時小長武さんは顔面蒼白になってる。で沖縄のそうそうたる人たちがみんな本当に何て言いますかね、表現できないような顔をして歩いていた。で周りはたくさんの通行人が月屋橋ですからいたんですけれども、全くの無関心だった。それを自分は見ていた、見たんだというふうに言うわけですね。で多分このツイッターの SNS のこういう言葉にそれはつながってるんだろうと思います。でこういう表現というのは明らかにヘイトですし、つまり異民族に対するヘイトっていうのが私はあるんじゃないかと思いますし、でそれを遡ればですね、当面はいわゆるその韓国朝鮮の人々に対するヘイトスピーチに至るわけですね。そしてそれは、この日本社会の中では長らくこう伏流水だったかもしれないけれども、遡っていけば戦前以来の朝鮮の人に対する差別、また沖縄の人に対する差別、そういうところに遡っていくわけですよね。そうするとやっぱり明治維新以来の、今年明治150年といって政権はそれを祝おうとしてますけれども、そこまでやっぱり遡る。でそうすると琉球処分と言われてきた琉球併合ですね、そして韓国併合、こういうその明治政府のやった植民地支配の歴史にまで遡っていくということで、私はこの本で蘇さんと対談をさせていただいた、一番のその根本的なモチーフは植民地主義
に対して、どのようにこれを批判していくかということだったと考えているわけなんですね。ですから沖縄の選挙もやはりその問題と決して無関係ではなかったと。で、先ほどご紹介していただいた2000年に出した最初の対談本、これは当時主にやはり、慰安婦問題ですかね、慰安婦問題をはじめとして、当時問われ始めた日本の戦後責任をめぐった対話だったんですけれども、戦後責任というのは本来明治以来のその帝国日本の歴史を含めた帝国日本の植民地主義の歴史全てにこう関わっている問題なんだということを確認したような記憶があります。で、それ以来20年間ですね、私はやっぱり総教職さんに出会わなければこの植民地主義の問題っていうのを、悲観して考え続けるなんてことは到底できなかったと思っています。そして今はですね、あらゆる問題が噴出していますけれども、特に現在進行形で、大和がその加害者となっている沖縄に対する基地問題、これの重要性というものを可能な限り、それについて発言しているというのが現状ですね。はい、ありがとうございました。高橋さんのお話を聞いていてね、米朝シンガポール会談が行われているところだと思いますけれども、その、いわゆるネトウヨの人たちの街頭のデモの写真をね、私はあれはなんだ、ツイッターというのかな、で見たんですけど、核戦争結構じゃないか、俺たちは経験済みだっていうプラカードをかけてデモしている右派の人たちがいました。広島長崎のことですよね、上等じゃないかと、俺たちはそんなことで怯えないぞみたいなねおそらくその実際それを書いたり持ってる人は被害者ではないんでしょう。被害者はそんなことはとて言えたことじゃないですよね。ただしそういう、日本社会の中で長年非常に曖昧ではありつつも国民的な合意だったみたいな広島長崎の経験までもそんな風に消費する、そういう人たちが街頭に堂々と出て歩いてるっていう風なね、で政権はそのことをむしろ歓迎してるっていう、そういう日本になったっていうことを改めて痛感しました。で高橋さん今おっしゃったことは私はこんなふうに思っていて、それはこの本の中でも書きました。日本という国が近代に入って周辺を次々に征服したり侵略したり占領したりして1945年まで来ましたね。でその多分一番最初が琉球ですね。あと北海道があって台湾があって朝鮮があって、そして中国大陸侵略まで行ってで戦争に敗れたということですよね。で非常にその70年の時差でそれがその歴史がこうゆっくりと逆転していってると。つまり、中国は戦争に勝ってでああいう独立国になり、今や世界の大国になりました。で悪い面もあるけれど、で台湾韓国がそれぞれ民主的な政府を持ちになりました。ようやくその流れがね沖縄にまで至りつつあると。で沖縄はやっぱりその中で最も早く植民地化された場所 でだから沖縄の人々も最も早く最も長く公民化されてきたわけですよね。だからその歴史の経過を見ると沖縄の人たちが自ら進んでであれ、あるいは不本意であれ、そういう大日本帝国の先兵の役割を果たさせられた時期もあります。でそれがまた戦争の末期になるとその自決に現れるような犠牲にさせられ捨てられるというふうな歴史を経験しました。でその歴史が今ようやくその、中国から始まって台湾朝鮮というふうに戻ってきて沖縄にまで来た。だからこれはいわば日本帝国が脱帝国化するための長いプロセスの一部である今起きていることも。
と、まあ、私は取り合い捉えているんですよね。全体として見ると日本が脱帝国化する、帝国の側が脱植民地化する、ポストコロニアルの時代に入っていくという長いプロセスの重要な1ページが今だ。でそれは非常にやっぱり痛みや陣痛を伴うことですよね。だけどこの今沖縄はあのイデオロギーよりアイデンティティだとかね、そういう言い方があって、私はその言い方に半分は納得しながらちょっと危険なものも感じている。危険というのは沖縄の人たちがというよりも、そういうふうに外からの目でそういう分類をするようなあの外在的な視線がね、あるいは沖縄の人々の主張はナショナリスティックだっていうふうなあの批評がある、まあ、この新聞もうち南中魂なんていうふうに書いてあるとやっぱり彼らはナショナリズムだなみたいな、そういう処理の仕方が日本の中で、精神的な処理の仕方が日本の中で行われる。でそれは例えばその諸外国の独立運動とか反植民地闘争を見て、あれはナショナリズムだよって言って何か理解したような気持ちになっているような、その眼差しと非常に共通しています。ナショナリズムであるかないかというとナショナリズムかもしれないけど、なぜそうなのかということはそのコンテクストがあるわけですよね。長い間19世紀以来支配されてきた歴史があるからそれがあるわけですね。でそれがそのイデオロギーでアイデンティティという形でようやく表現されつつあるわけです。もちろんそれが、間違った方向に行く可能性、危険性がないとは言えないけど、それがそういう発話自体が抑圧されていると、あの全くこの間の問題が無化されてしまうというふうなことですよね。だからある程度のご年齢の方々は共感していただけると思うけど、50年代60年代に全世界に存在した民族解放闘争というものがもう今は古びて意味ねえみたいな、あの昔のイデオロギー的なことでしょみたいに思われてるけど、そうではない。でそれが形を変えながら世界各地で続いていて、まあ極端に言うとスコットランドの自立の運動もそういうものですよね。でなぜそうなのかというと、それは植民地宗主国が、帝国の側があの権利を抑圧するだけじゃなく、知念内さんがおっしゃったようにね、人間的な尊厳に対する、ね、侮辱冒涜を繰り返すからです。そういう冒涜侮辱を受けてきた人たちが それに対して自分たちのアイデンティティを振り返って作ろうとするわけでね、それに対してアイデンティティを持つこと自体まで否定するということはね、じっと侮辱されてるという意味になるわけですよね。だから私はそういう意味で今回の、まあ、選挙だけではないけど、これはやっぱり世界的なコンテクストの中で見たときに、まあ非常に遅まきながら訪れたあの東アジア、旧大日本帝国の生産の過程の一つである。でそれが進んで生産されていれば、1945年の直後に日本国民の大多数自らの手で、平和憲法を定め、からあの武装を放棄し、植民地の独立を自ら祝賀し、独立した新植民地、旧植民地といい関係を結びしてれば、こういう痛みはもっと少なかったはずだけど、今それをずるずると伸ばしてきた結果、痛みを伴うような形になっている。でも痛みを伴う方がこれは避けることができないと私は思っていて、ただ残念なことはその痛みは、とりあえず真っ先にマイノリティの側に来ます。その痛みを最初に味わなきゃならない、より多く味わなきゃならないのはマイノリティです。まあ在日朝鮮人、女性、沖縄の人々、こういう人たちが理不尽な攻撃にさらされたり無理解の壁にはまれたりしながら痛んでいく。しかしその原因というのは私が今言った大きな歴史の流れの中にある。一刻も早くそれを日本国民の多数がね、自ら自覚するということがあの平和への唯一の道だと、まあ思っていて、まあ、そのことをあの高橋さんとの対話の中でもあの強調したかったんです。おそらくそういう過程は全世界で進行しているんですよね。だからこの日本周辺で起きていることを、まあ、全世界的な流れの中でもう一回見なきゃいけない。
と思っていて、パレスチナで起きていることはまさしくそういうことだと思います。パレスチナ人々は45年直後、48年以降に非常に不十分な不本意な形で、それでもかろうじてギリギリ維持されてきたその関係をね、パレスチナの自治っていうような関係を根本的にも覆されようとしていますよね。だからそういう全世界的な反動というものが結局は帝国主義、植民地主義の未生産、あるいはそういう勢力が既得権に対して非常に暴力的な形で固執するということの表現であると私は思っていて、この本をなぜ出したのかっていう話をもう少ししたいと思いますけど、まず高橋さんは20年前にどういう人で何をしていたんですか？80年代から90年代の変わり目に大きな内外でいろいろあってですね、90年代というのは、新しい、時代の空気が広がった時期なわけです。で、私たちにとって重要だったのはその時期に、それまで その東西冷戦構造の下ではですね、なかなかその声を上げられなかった、つまりもう半世紀前のに終わった戦争の被害者の人たちが、続々とですね、この名乗りを上げてカムアウトして、そして、加害者である日本国に対して謝罪や補償を求めるという、そういう動きが始まったわけですよね。その象徴的な存在が日本軍慰安婦の人たちだったわけですけど、でその人たちの声にどう応えるかっていうのを、私は、西洋哲学の研究者でありつつ考えていたわけです。そしてちょうど戦後50年の1995年に合わせてですね、10年前にヨーロッパではすでに共有されていたナチスドイツによるユダヤ人の大虐殺、俗にホロコーストと言われてますが、シュアというですね、ヘブライ語でこのカタストロフを意味するシュアという言葉で、そういうタイトルをつけて、そのシュアの加害者、被害者、そして、目撃者、バイスタンダーですね、そういう人たちの証言を集めた9時間半の大作映画、フランスのクロード・ランズマー監督が作ったショアという映画ですが、これをですね、日本にこう紹介して、そしてそこで、戦争の記憶、迫害の記憶というものを証言する人々の声にどう向き合い、どう応答するのか、こういう問題をですね、そのアジアの文脈とヨーロッパの文脈と両方重ね合わせて、問題を提起したいというふうに思って、いろいろやっていた時期ということが言えると思いますね。でその時期に諸さんとお会いして、いきなりですね、アウシュビッツにご一緒したということがあったわけです。高橋さんの今おっしゃったような問題意識は、非常に時期にかなったものだったんですけど、日本社会では少数でした。で少数でしたんですけど、それを起点としてその問題意識が20年間育まれてきていたら現在のようではなかっただろう。だけどそれはやっぱり今でも少数にとどまっているということが現実だろうと思います。で私はその90年代がやっぱ大きなことだったなと思うのは、その日本のその処理という言葉は好ましい言葉じゃありませんけど、戦争責任の問題が解決されないままずるずると50年間経った時点がその時点でしたね。でそこでそれをこうちゃんと向かい合うチャンスがようやく生まれたわけですね。生まれたものにはこの両方の二面性があるんですけど、一つはその東西冷戦体制が崩れて、それでその今おっしゃったように、例えばアジアの権威主義的な国家で市民たちが声を発することが可能になるというふうな、そういう意味で壊れた。
で他方、まあ、全世界がそうなんだけど、特に日本ではそういう冷戦体制によって部分的に支えられていた日本の政治構造、まあ、いわゆる50年体制というやつがですね、例えば労働組合、日本日教組とか、あるいは国労とか、そういうものによって支えられていた日本の革新運動が土台から揺らいで崩れ始めたということですよね。つまりそういう、こう歴史の矛盾に満ちた交差点みたいなところで、いわゆる日本軍慰安婦問題が出てるということです。だからそのことがうまくと言いますかね、懸命に対処していれば現在のようではなかったと思いますし、そういうチャンスはあったと思いますね。当時の自民党政権でも宮沢内閣とかで、まあ、初めて戦争責任について認める発言をしたりですね、あるいはいわゆる皆さんご存知の河野談話というものが出されたりしましたね。だからそこから大変なバックラッシュが起きて、反動が起きて、その反動に対して日本のリベラル勢力がほとんどなすところなくずるずると後退し続けて現在に至っているというのが私の、まあ、印象なんです。つまりその労働組合であれ何であれ政党であれ、依拠する団体組織的集団的な基盤がなくなった時に、それでも何かに依拠して立ち止まって踏みとどまって異議を申し立て抵抗するというふうな存在が、まあ悲しいかな、非常に脆弱であった、脆弱である現実が今もあるということだと思います。でそれをまあ高橋さんと嘆き合っても仕方がないんですけど、私はその時点から現在まで、まあそれなりに微力を尽くしてきた人間2人としてですね、私たちが何を見てきて、どういう経験をしてきて、その都度その都度何を考えたかということを、まあ、こうやって残しておくことは最低限の義務であろうというふうに思って、今回の本を出すことにしたんですね。でちょっと高橋さんにお聞きしますが、高橋さんはそうやって90年代の中頃にですね、フランス留学から帰られて、まあ、昭和の上映運動をして、ヨーロッパに遅れて登場した日本の証言の時代、10年ほどの時差で日本に証言の時代がやってきたわけですね。ドイツでは1985年に昭和が上映されておりますからね。それでまあドイツも問題のある国で、しかも今現在メルケル政権もとても揺らいでおりますけども、それでも日本とは根本的に違うような対外関係を築いてきました。だからそこでこう大きな似たようなチャンスが訪れながら全く逆の方向に日本社会が行っちゃったということについてですね、高橋さんの診断、20年後の現在の診断はどんなことですか？いや難しい問いを投げかけられましたけれども、今その、まあ、10年、昭和がまあ、フランス統一等で公開されたのが85年だとすると、ドイツの当時西ドイツですね、ドイツ連邦の85年っていうのはいわゆる歴史家論争、ヒストリカーシュトライトがあった年だったと思います。歴史家論争っていうのはどういうことかというと、ドイツのまあ、学問的にもですね、一応認められている、学会でも認められている歴史家の中に、まあ、ややこう相対主義的な考え方の人が出てきてですね、まあ、戦後ドイツ、まあ、西ドイツはホロコーストとユダヤ人に対する迫害であるとか、ナチスの犯罪について、まあ、これを絶対悪として、こう頭を低くして生きてきたけれどもですね、そろそろ背筋を伸ばして、まっすぐ歩いてもいい時期ではないかと、戦後40年経ったんだから、そろそろ自分たち その主張を出していってもいいんじゃないかと。で中にはナチズムっていうのはスターリニズムに対する、ソ連のスターリンの脅威に対する防衛的な政策であって、絶対悪ではなかったんだと。
というようなことを主張する記者も出てきた。ちょっとこうグラデーションとか温度差があるんですけれども、そういう一軍の人たちが出てきたためにですね、論争になったんですね。でそれに対して、反省的な歴史観というものを断固として擁護したのが、当時は哲学者のハーバーマスという人だったんですけれども、こういう論争が西ドイツでも80年代半ばに起こっている。で日本ではそれが、95年を境にして、その後その皆さん覚えておられると思います、自由主義史観とか、新しい歴史教科書を作る会とか、小林義則氏の戦争論とか、そういったものが一気にバーッと出てきた時期がありましたよね。でつまり10年遅れである種論争的な状況が生じたんですけれども、ドイツの場合はですね、やっぱりそこで持ちこたえるわけですね。やっぱりナチスの時代はこれはもう、許されない罪を犯したんだと。そしてそれだけではなくて、やはりそこに至るドイツの近代の歴史についてもやはり反省的な眼差しを向ける必要がある。こういうスタンスは、皆さんご存知のバイツゼッカー大統領をはじめとして、その後の2000年代に入ってから何人かの、その大統領がですね、例えばポーランド行ったり、あるいは強制労働の被害者たちが出てきた時にその保障するための、措置を取ったり、その都度ですねスピーチをするわけですけども、それに対して日本の場合は90年代後半にやはりすっかり世論が変わってしまったように私は感じていました。でリベラル派が持ちこたえられなかったという意味では、私自身もその一人ですので、それはもう本当に忸怩たるものがあるわけですけれども、じゃあどうしてそういう違いが出てきたのかという問題ですが、先ほど蘇さんがおっしゃった労働組合とかですね、あるいは学生運動とかですね、こう大衆行動、集団で、行動する、革新勢力を支えていたのはそういうある種の中間団体なわけですよね。で学生も卒業して、そういうところに入って初めて学ぶようなことが憲法とか歴史認識とかあって、組合の中でそういうことを学習して運動をに入っていくというようなことがあったわけなので、そういう集団中間団体があって初めて成り立ってたっていう面があるんですね。でそれがこう崩れた時に、個人でもこの個人になった時に、個人として持ちこたえられるかどうかいうことがやっぱり大きいんじゃないかなというふうに思いますね。これは決してオリジナルな見解ではないんですけども、やっぱり個人が弱いというか、そういうことになるんじゃないかと。今思い出しておくべき重要な論点だと思うんですよね。ドイツが敗戦した後に憲法に代わる基本法というものが作られましたけど、その第一条は個人の尊厳ということを明言したわけですよね。国家でも民族でもなく、それまで国家や民族が最高位にあった価値が個人が最高位だという基本法のもとに戦後が出発したんですね。でそれは言い換えると、その人間の倫理というものがね、こう集団によって支えられているとうちはいいけど、その支える集団を失った後でも自律的に倫理的であり得るかっていう問いなんですよね。で日本では、大体冷戦構造の崩壊から90年代以降に、いろんな両方の面からそうした依拠すべき集団が崩れた後に、それでも個人として倫理的であり続けた人たちもいますし、大きな犠牲を払って現在も抵抗を続けている人たちがいますけど、あっけないほど大きな人たちが、そういう流れにですね、こうすることなくむしろ流れに寄り添ってしまったというふうに、私は思います。でなぜそうなのかっていうことは、もっと議論すればたくさんのことがあるでしょう。大きな問題としては天皇制ということがあると思いますね。
で結局他人から押し付けられた憲法だと現在の憲法を言うけどね、まあ、それは事実でしょう。しかしもし押し付けられなかったらどんな憲法だったんだという問いがあるし、それからそれを絶えず人に押し付けられなくても自ら倫理的であろうとする努力はあり得たし、なぜそれをやらなかったのかということですね。ドイツの場合はそうですね、敗戦した時点に周辺国家との平和的関係を構築するということを立てたら、繰り返し繰り返しそのことを、まあ、いわば必要なほどに追求してきたわけですよね。自らそうであろうとしてきたわけです。だからこれはやっぱりそのなぜそうなのかっていうことを突き詰めると、さまざまな、まあ、解決不可能のような議論に突き当たるけど、少なくとも今の点は、つまり日本の人々は、まあ、全員じゃないにしろ、やっぱりそういうこう敗戦の経験を自らの個人の尊厳の問題にもう一度捉え直して深めていくという機会があったのに、それができなかったということではないかと私は思います。先日日高六郎先生が亡くなりました。で私は戦後の日本の知識人たちのうちに、まあ、何人かの方と直接形骸に接する機会を与えられて尊敬を怠らざる人たちがいますが、日高先生もそのお一人です。というと、日高先生は植民者 の家系です。お父さんは中国に行かれた方で、チンタオの生まれですね。でつまり占領した植民者の息子として家族として、まあ、何不自由なく恵まれた特権階級として中国で育って、で日本で教育を受けられた方です。でそれまあ広く言うとフランス語で言うとコロンって言って、そういうイギリスにもフランスにもそういう階層の人たちがいます。で日本の中では日高先生は珍しくて言っていいかどうか分かんないけど、そういうコロンとしての経験を自らの個人のこの倫理観の基盤に持っておられた方です。私は長いインタビューもしましたけれども、やっぱりその中国で自分が特権階級として暮らしていた時の周りの中国の人たち の貧しさとか、あるいは何ほどでもない日本人がそういう人たちに対して大変侮辱的な態度をとって平然としていることとか、あれが本当に嫌でしょうがなかったと。で、まあ、戦後ですね、日中国交を回復した後に中国を長年ぶりに訪問された時にね、まあ、涙が出たんだっていうことを、まあ、正直におっしゃっていて、あの貧しかった人々ね、あの屈辱的な暮らしを強いられた人たちが今は堂々と胸を張っている姿を見て自分はもう涙が出た。で蘇さん、世の中にはね、決して認めてはいけない不正義っていうのはあるんだよって穏やかな先生ですけど激しい口調でおっしゃってました。なんでそれをおっしゃったかというと、それを私とその話をした時が90年代の中頃で、相対主義的な言説が日本社会に随分出回ってたってことです。正義ってどこにあるのとか、誰だって正義なんじゃないのとか、そういうことですよね。あるいは被害者の側が正義面していいのとかね、正義面してほっといていいのとか、日本だけが悪かったとか言えるのとかっていうふうな言説が非常に流布していた時に、日高先生は激しい口調で、決して認めてはいけない不正義ってものがあって、自分はそれを見てきたとおっしゃいました。でこういう人たちが日本の戦後にいたんですね。しかも指導的な知識人として、なんでそれが活かせなかったのかな、残念で仕方ないんですけど、その日高先生がこの間亡くなりました。だけど私はそれをこうなんか手放しで素晴らしい人だったというだけでは済まない問題が一つあると思っていて、まあ、今日詳しくお話できませんから問題提起だけしますけど、日高先生がその戦争の末期に海軍の研究所に軍属としておられた時に国策に関する知見をかけた。だから自分は非常に危険を犯して下着着替えてね、いつ引っ張られるか分かんないから、でこれで戦場に送られるかもしれないという覚悟をして国策に関する提言を書いてた。でそれは非常に立派な内容です。まず植民地を放棄しろと、政治的自由を回復しろと、それが日本が生き延びる道だということを書かれました。
で、それは日高先生の素晴らしいところだということを多くの人が言うし、私もそれに全く賛成ですが、その提案の中の我々が今苦い思いでちゃんと思い出さなきゃならないくだりは何かというと、その政策を実行する主体はどこにあるかということなんです。つまり日高先生はその後に書かれてるけど、体制抑散、政党がない、学生運動がない、労働運動も全部体制内化した、この提案を実行する主体がないんですね。で、どうすればいいか。で、日高先生はその提言に上ご一人のって書いてある。天皇のこのリーダーシップによって国策をそのように転換することだけが生き延びる道だって書かれました。で、私ご本人と直接インタビューして、まあテレビにも出たんだけど、そこをどれぐらい突っ込むべきかっていうことは随分悩んだんですね。だけどそれはもちろん日高先生という人が個人として弱かったとかということではなくてね、やっぱり日高先生の世代の人たちが持っていた、まだ十分には追及されていない、問題点の一つだと私は思って、それを後に続く日本のリベラルの人たちは厳しく見つめるべきだと思います。それは結局上ご一人の意思だということはですね、上ご一人の意思で植民地化されているアジア人から見ればどう見えるかということですよね。で、上ご一人と軍部とかそういう違う二重権力になっていれば、いつでも上ご一人の意思というものが絶対化されますね。それで、今現在天皇について起きている議論はとてもそれと類似しています。天皇は平和主義者であると、天皇の力で自民党の暴走を止めてもらえないかみたいなことですよね。いまだにそんなこと言ってるのかと。日高先生は私から見てそういう批判点もあったけれども、非常にあの世代の人としてギリギリのところまで誠実に考えて書かれた方です。内田達郎はどうですか。名前はしっかり私ここで言うけどね、そういう神聖な権力の中心があってこそみたいなことを言ってますね。だからそれってやっぱりね、日本のリベラルが超えられなかった壁、あるいはむしろ後退している地点っていうものをはっきりと表していると。こういう批判に対して現在の天皇はいい人ですよっていうのは全然反論になってないから、悪い人だということを言ってるわけじゃないからね、制度の話をしてるんで。で、それは私は高橋さんと20年間話してきた結果の現在がそれかと思うとですね、実に荒涼たる気分にならざるを得ません。ちょっとお時間取りすぎました。高橋さんは今の点に ご意見が終わりと思います。私は天皇陛下という言葉は絶対に使いません。公の場でもこれは使わないということは、まあ、当然だとしてですね、金城陛下だ、金城天皇か、金城天皇という言葉遣いも私は使いません。で、そのあたりからこの、象徴とついたとしてもですね、象徴とついたとしても天皇制の磁場の中に取り込まれていく、そういうことがあるんじゃないかと私は思いますね。昭和天皇のことについてもこの中で触れていますし、その問題はもう今に至るまで何も解決できていない最大の日本の問題だというふうに思っています。白井さんが書かれているような、あるいは発言しているようなですね、戦後の国体というのは、日米、今日米同盟と言われているですね、ものであって、対米従属こそが戦後の国体になった、この認識は当たっていると思います。つまり、昭和天皇がですね、マッカーサーに対して取った、態度、これはそれこそ有名な沖縄に関する天皇メッセージも含めて、昭和天皇がマッカーサーとの間に、作り上げた関係いうものが私は出発点になっていると思いますけれども、ですから、天皇制と日米同盟というものが結びついた戦後の国家体制というものを
究極的には問わなければいけないというふうには思っていますけれども、その際に金城天皇が、モデルになるっていうようなですね、そういう考えはミイラ取りがミイラになってしまうということではないかと思いますね。天皇制の話もここでいろいろ議論している中の一つで、このことだけを今日言うために来たわけでもありませんし、このことだけを言っていても全く不十分な内容ですけれどもね。そうです、はい、はい、西さんが、はい、この本は私が大和宇宙っていうか日本マジョリティの人と関わった時に私を体験してきたこととても重なるなと思って、すごく分析も学びました。でもちょっと違和感引っかかったところもあったので、ぜひ質問したいんです。蘇さんに、はい、はい、こういうふうにお書きです。沖縄の人々には失礼かもしれないけれど、ようやく反植民地闘争の方に近づいてきたように感じますというふうにあって、ようやくとかやっととか遅れてとか、そこら辺ちょっと気になるんですよね。失礼かもしれないけどとおっしゃりつつあえておっしゃっているので、私はちょっと失礼だなと思ってそこら辺の真意の方を教えてください。はい、わかりました。私は正直に認めますと、その沖縄の人たちの間でですね、この議論がどれぐらい前からどれぐらい続けられてきているかについてあまり知らないで書きましたので、失礼かもしれないけどという逃げ道を残しております。しかしその沖縄の中に、例えばその太田さんのようなその進歩的な知事でもね、やっぱり自分たちはその大和の一員であることをやっぱ認めてもらいたい、認めてほしいというふうな、無理もない願望があって、でその願望とやっぱりこう精神的に決着をつけるということが大変困難だっただろうなっていうことは想像します。それは在朝鮮人でも状況は非常に似ています。そういう類推からこういうふうに述べました。でこの独立の方向は最初に言ったように、実際にその国家として別の国として独立するべきかどうか、そのことがどのように可能かということはまた別の議論として、こうした自立志向そのものは私にとってはとても力強い、応援したい流れです。95年に沖縄に行った時に、いわゆる少女暴行事件の後に、やっぱ沖縄イニシアチブみたいな話があって、やっぱ日本の対外発展の経済的な中心として地政学的に沖縄がいい地位を占めているみたいな、一見もっともだけど非常にある種合理的な日本との一体論があった時代から見たら、やっぱり随分状況は変わったなと私は思っています。蘇さんは確かにその日本との関係においては蘇さんのおっしゃる通りなんですけど、反植民地闘争っていうのはやっぱり自分たちの生存とか人権を守るっていうことだとすると、沖縄は戦争沖縄戦直後からやっぱりもう米軍に本当土地を奪われて、生存の基盤を奪われて、本当ご飯食べる、このご飯どうするか、この子供どうするか、年寄りどうするかっていう中で、とにかくずっと戦ってきてるんですね。島ぐるみ闘争もそうだし、だからそういうふうに、それは確かに日本を問うっていうところまでいかないけど、でも沖縄の土地が奪われて米軍が押し付けられてるのはやっぱ最後には日本がいるので、直接日本との戦いっていうことでは確かにそれでも復帰前後でもやっぱり復帰日本国憲平和憲法っていうと枠の中を求めたとしても、その当時もやっぱ大和の中っていうものに対して大和は大和の責任があるよねっていうことの対話っていうのは私の親たちの世代はやっていたので、確かになんかだからその朝鮮はとっても大国です、琉球からしたらなんか朝鮮の反植民地闘争をモデルにして、これを琉球はとっても小さい琉球に当てはめて見られているのかなっていうのが気になったところです。そうではありませんけど、そうではないという話をしている時間はなさそうです。はい、ほんのちょっと時間残ってるのを高橋さんにお渡しして、蘇さんもこの中で
その日本 の、 その植民支配を受けたその時期がですね、韓国とやっぱ沖縄、韓国朝鮮と沖縄ではもう全然違うということはおっしゃっているわけですよね。だからそのあたりに多分違いはあるということは前提とされているんじゃないかと思いますし、私今おっしゃったその朝鮮は大国であるというのは私この中で言っていて、やっぱりですね、その沖縄琉球にとっては、面積人口今の比率で言って もう100倍の大和がこうのしかかってくるわけね、軍事的政治的経済的で、今日本の、人口経済規模で言っても何倍かの中国が日本人にとってはその多くの日本人と脅威として感じられている。しかし沖縄琉球から見て大和は100倍のそういう存在なわけですね。だからこれに抵抗するだけでも多分ものすごいことだと思うんですよ。でその意味でも小長玉城と、まあ、2代の知事選でですね、ものすごいその大和からの攻撃を、まあ、跳ね返して、抵抗しているということは本当にすごいことなんですよね。で大和の人間としてはこれすごいと言ってるだけでは済まないので、圧力をかけてる側ですから、それを断ち切るためのやっぱり言葉行動、こういうものは求められているんだというふうに思います。だから、まあ、朝鮮、韓国、それから中国、台湾、アジアの諸国、そして沖縄という他者とちゃんと向かい合えるかということが問われている。その他者と向かい合う、それは向かい合うということなんか当然もちろん責任を認定して、それについてはちゃんとその謝罪もすれば補償もするということも含めてだけど、そういうことが20年前から定義されてきて、だけどそれにこう目を背ける、背を向けるとい こう習性がですね、ハビトスが定着しちゃった社会になった。これをこう流れをどうやって変えられるかっていうことは多分高橋さんにも妙案はないし私にもありませんけれども、やっぱりなんとかそこで踏みとどまらないと、あまり多くの人はそういう危機を感じてないと思いますけれども、本当に危険な道に日本は進んでいるというふうに私は思っています。それを断ち切るためのやっぱり人が行動、こういうものは求められているんだというふうに思いますし、で蘇さんがおっしゃっていたように、まあ、私も明治150年に対する問題を出したように、やっぱりその近代日本の植民地主義の歴史全体をやっぱり問わなければいけないし、その時に、沖縄や朝鮮や中国や台湾やそれぞれの個別的な関係についてもその違いを踏まえてやっぱり通っていかなければいけないというふうに思います。今日は本当にありがとうございました、お二人に。